ストーンズ京本大我、ミュージカル、流星の音色で主演&音楽の二刀流演出のタッキーは兄のような存在。ストーンズの京本大我、27が16日、東京都内で行われた主演ミュージカル、流星の音色、8月2から17日、東京、新橋演舞場の制作発表に出席した。劇中7曲の作詞作曲も担い、演出のジャニーズ事務所、滝沢襲名副社長、40からの依頼に、テーマ曲はその日に決まった、と驚きの早さで制作。座長として、お客様の心をつかみたい、と開幕を心待ちにした。エリザベートなど名作ミュージカルに出演してきたストーンズのリードボーカルが音楽家として裏方でも光り輝く。流星の音色は年に一度だけ橋が架かる二つの星を舞台に初めての恋と悲劇を書くオリジナルファンタジー作品。京本が劇中歌26曲中の7曲も作詞作曲する二刀流に挑み、滝沢氏がミュージカル初演出を務める。自身初の試みに京本は約1年前に滝沢くんから音楽もやってみたら、と言われた日に遊びでピアノを触っていたらワンコーラスができた。滝沢くんに送ったら、それで行こう、とテーマ曲が決まった、と笑顔。俳優だけでなく、シンガーソングライターとしても活躍してきた父、京本政樹、63から譲り受けた才能を発揮した。演技と音楽制作に取り組む姿に、グループの同僚、松村北斗、27から、野田洋次郎ジャンと俳優業もこなすラッドウィンプスのボーカルに例えられたという。初舞台は11歳だったジュニア時代の2006年に滝沢氏が主演した、ワン・ザ・ヒストリー・オブ・タッキー。以降は、滝沢歌舞伎シリーズで7度共演するなど成長を遂げ、シリーズ聖地の新橋演舞場に滝沢くんの演出で座長として立てるのは光栄、と大感激した。感動秘話と思いきや、会見後に取材に応じた滝沢氏は、ワンに京本が出演していたことに覚えていない。と苦笑、隣にいた京本は、信じられない。舞台の DVD を見てほしい、と懇願して笑わせた。それでも、滝沢氏は幼い頃から注目していたことをアピール、ワン。出演前に初めて対面した瞬間を振り返り、この子は来る、活躍する、だろうなと思った。新橋演舞場でまた一緒に仕事ができるのは感慨深い。大我が持つ格好良さと可愛さを引き出したい、と約束した。京本は、僕の反抗期や、2世、と言われるかつての葛藤も知っている、お兄ちゃんのような存在、と尊敬、兄、の支えを糧に、音楽の余韻が残る作品にしたい、と珠玉の音色を奏でる。過去に、うちの大我を頼むね、と言われ、不思議な縁を感じる、主人公の父親を演じる元光源氏の俳優、内海浩二、54、は会見で、お父さん役の京本政樹です、とにやり。大御所俳優に、ずっと前から、うちの大我を頼むね、と言われていた、と明かし、ようやく叶った初共演に、不思議な縁を感じる、としみじみ。成長著しい所属事務所の後輩を、彼はロマンチスト。作った曲に透明感がある、と絶賛した。舞台は8月31日から9月4日の京都、南座など地方公演も開催する。